東京調布市味の素スタジアムです。ミッドウィークに広島の無敗を止めてさらなる勢いを手にした東京が今最も苦しんでいる名古屋をホームに迎えます。4月26日に1986年から87年まで日本代表監督を務めて2001年より SC 東京のアドバイザーを務めていらっしゃいました石井義信さんが逝去されました。ベンチには石井と読める141番をつけたユニフォームも飾られております。さて FC 東京改めてシステムもご覧いただきます。予想ではありますけれども今シーズン開幕から 4-4-2 を継続しています。中盤の並びはダイヤモンドとボックス併用してますけれども今日もボックスの予想です。名古屋グランパスですが今日は3バックの予想でまずはご紹介したいと思います。西登録の菅原はここまでリーグ戦全試合スタメン校舎と串引きとの3バックを予想しました。青木が戻ってきたのは大きいですね。そうですね、彼もまたこういう違いが、作れる選手の一人ですから期待してますね。少しずつゴールに近い位置でのフリーキックになってきてますからね、より合わせやすくはなりますね。柔らかく入れた。ポジションの取り合いでファールがありました。お、PK ですか？いいですか？ PK ですね。ディエゴ・オリベイラが倒されたというジャッジです。後ろから本社が少しこう決めました。いやちょっと最後足に当たってない感じにも見えましたけど弾んでましたから ねちょっとこうダフルみたいな感じには見えましたけど駆け引きに勝ちましたディエゴ・オリベイラ、1対0 FC 東京先制。ファーから走り出して空を制しましたジョー。これだけでも大きいわけですからね、当然やっぱり使った方がいいと思いますし、今セットプレーだったんで、止まったボールをまたスペシャルな選手がボールを蹴りましたから。足元です。2センターバックの間に落ちてさばきました。田辺から太田スペースに抜けてきた長いオフサイドない。長い、先出ましたランゲラク。おっとセカンド拾ってこれもチャンス橋本フリーなシュート。長い健介リーグ戦3試合連続ゴール。食いついてきたところではやっぱり背後にスペースができてましたから、当然長いは走りますし太田のボールの質もちょっと長かったんですけど、しかし背後を取ったところにまた橋本が、押し上げて串引きのキックが目の前で跳ね返って永井が拾っています。永井ディエゴ・リベイラカウンター一戦。ちょっとこうクロスを入れるタイミングが遅くなって、スペースなくなっちゃったかなと思ったんですけど、なんでしょう、よく合わせましたね。奪ってから2人だけの関係でフィニッシュまで行きました FC 東京3対1。この2人は息が合ってます ね、 そうですね。プレッシャーかけたところだと思いますけどね。ゴールまで 25m。浮かせて合わせてきました。ヘッドー放射ですか。1点まだ返しました。放射も2試合連続ゴールです、うまく合わせましたね。
まあ、高くて強いっていうのと、はい、まあ、キッカーの質ですよね、まさに天使の左足ガブリエル・シャビエル。東が競る、押したりが競ってセカンドボールは高萩、止まるようなボールをスペースに蹴って、ここで試合終了。 FC 東京リーグ戦3連勝、一方の名古屋これで8連敗です。